ロモグラフィーは、オーストリアの企業である、ロモグラフィシェ株式会社の登録商標であり、同社の通称である。同個商のもと、ウェブサイトや実店舗を通じて、銀塩写真、特に、スナップ写真のための写真機、フィルム、アクセサリー等を販売している。日本法人は株式会社ロモジャパンである。ロモグラフィーは、その税、ロモ LCA は、 日本のカメラメーカーであるコシナが1980年11月に発売したコシナ CX-2 のコピー製品である。サンクトペテルブルクのロモ社では1984年にロモ LCA の大量生産が開始され、月産1100台がソビエト連邦内のほか、主にポーランドやチェコスロバキア、キューバなどの共産圏へ輸出された。1991年、 当時学生であったオーストリア人、ボルフガング・シュトランツィンガー、マテアス・フィーグルが、プラハで LCA を発見したことをきっかけに、翌1992年、ロモグラフィック・ソサイティを設立、同年11月5日には、ロモグラフィー宣言を新聞に発表、700本のロモ LCA を完売する。1994年、それぞれ大学を卒業したシュトランチンガーと、 フィーグルはロモ LCA で撮影した1万枚以上のスナップ写真を用いて、米国のニューヨーク市、ロシアのモスクワで大規模な展示を行い、その収入をもとに起業した。同年には初のロモグラフィーエンバシーをドイツのベルリンに開設する。しかしながら、1996年にはロモはロモ LCA の生産終了を決めてしまう。 そこで、ロモグラフィーは、サンクトペテルブルクに赴き、当時の副市長だったウラジーミル・プーチンと会見、ロモ LCA 再生産の約束とともに、その販売についての排他的契約を結ぶ。ロモグラフィーの公式ウェブサイトには、会談時のプーチンらの写真が、歴史的証拠及び記念として掲載されている。1997年には、スペインのマドリッドで、第一回ロモグラフィー世界会議を、 開催120メートルにも及ぶロモウォールには3万5000枚ものロモグラフが張り巡らされた。翌1998年に開かれたケルンでのカメラ日本シフォートキナでアクションサンプラーを発表。2000年にはロモグラフィーが特許権を取得し設計、製造したスーパーサンプラーを発表する。2001年ウィーンに初のロモグラフィーショップを開店。 2003年にはオリジナルバッグを発表、ファッションにも進出する。2005年に魚眼レンズを使用したフィッシュアイを発表、同年創業者、シュトランツィンガー、フィーグルラを描くドキュメンタリー映画をクリスチャン・シミット・ダビットが監督してドイツで制作され、ラブモチオンのタイトルで公開された。2006年にはロモエル・シーエのレプリカ版、ロモエル・シーエを発表、 同社新規のためのアクセサリー類も販売を開始する。2007年、2004年に北京で開いたロモグラフィー世界会議を踏まえ、香港の1960年代の中盤カメラであるダイアナカメラをリスペクトしたレプリカ版、ダイアナおよびホルガのレプリカ版を発表、香港、フランスのパリ、韓国のソウルに出展する。2008年には、 ロモ LCA と同じ工場でかつて作られていたに、ガンレフカメラである、ルビテル166のレプリカ版、ルビテル等を発表、レッドスケールやクロス現像を念頭に置いた、リバーサルフィルムの発売も開始する。2009年には、ダイアナをインスタントカメラ化する、ダイアナインスタントバッグを発表、ロモ LCA 生誕25周年を祝う。2011年、 同社による初めての動画のための撮影機であるロモ機能の販売を開始する。同機は36枚取りの135フィルムを使用し30秒の動画が撮影できるものである。同社はロモ、ロモグラフィー、ロモグラフィック、ポップ Q、ホルガ、ルビテル、ダイアナ、スメナ、アクションサンプラー、スーパーサンプラー等の全世界大賞の商標権を握っている。 2014年9月現在の一覧である。ロモグラフィーエンバシーストアはもっと多くの場所に存在する。ギャラリーストア、エンバシーストア、ロモ LCA で撮影した写真。ロモグラフィーソサイティインターナショナルは、ロモグラフィーの写真機を使用するスナップ写真家であるロモグラファーたちに、ギャラリーや店舗や作家としての成長のためのショーケース、 支援と作品の公開のための場所を用意している。展示や教育的ワークショップ、作品を共有する熱意と啓発を促すようなギャラリーといったソーシャルイベントを通じて創作意欲が発露しつつあるロモグラファーたちを支援しており、単なる氷の供給やギャラリーストアや集まるための場所を提供して社会化するにどまらない活動を行っている。同ソサティの本部は オーストリアのウィーンにあり、そこで、ほとんどのイベントが編成されている。ロモグラファーたちの才能のショーケースとなる、同ソサイティの文化イベントの例として、ロモキクユコンペティションが挙げられる。同コンペティションは、ウィーンの視力援助機関である、ライトフォーザワールドとの協力により、ケニアにおける目の手術や、視力のケアのための募金活動を行っている。同機関は、様々な開催都市で、 実務協議の国際会議であるロモグラフィー世界会議をも組織している。同ソサイティはウェブベースの雑誌ロモグラフィーを続けており、同誌はロモグラファーたちの作品のための写真用アーカイブ倉庫を用意している。同誌の記事は写真の新しくかつ楽しい手法についての動向やアイデアを追求している。サイコロを使用してプレイするロモグラフィーザロールプレイイングゲームが恒例である。 趣味の愛好家たちがブログに独自のチュートリアルを掲載して発見を分かち合ったりしてロモグラフィー的芸術への情熱を育成している公式ウェブサイトではロモグラファーたちの作品を祝福しオンライン作品展やコンペティションを開催しているロモグラフィーとはスナップ写真である真面目なロモグラファーは次の銃の戒律を心に刻むべしとしている ロモグラフィーが考えるロモイル CA の極意である。どこに行くにもカメラを持って行け。夜でも昼でもいつでもカメラを使え。ロモグラフィーは生活の邪魔にはならない。生活の一部である。状況を素早く判断して撮ることを試してみよう。ロモグラフィー的欲望の対象にできるだけ接近しよう。考えるな。素早く。フィルムに収めるものが何なのかをあらかじめ知る必要はない。 どちらかはその後で、どんなルールにも煩わされるな。1997年スペイン・マドリッド2002年、オーストリアウィーン2004年中国、北京2007年英国、ロンドン株式会社ロモジャパンは、ロモグラフィーを日本で展開する日本の企業である。通称、ヤゴーは英文表記と同様のロモグラフィージャパンである。2000年12月に設立された。代表は、 北川隆史。2008年7月にロモグラフィーギャラリーストア東京を東京都港区の南青山にオープン。当時は本社機構も同地に存在した。これを2010年12月16日をもって閉店。同時期に本社機構も世田谷区内に移転。翌12月17日、ロモグラフィーギャラリーストア東京は渋谷に移転、オープンした。ロモラボを開き。 現像書としての機能を併設、動画の撮影機、ローモ機能で撮影したフィルムを、現像、スキャン、動画を一括で行うサービスを開始した。2013年5月からは、ラマグロフィとして、秋葉原へ移転した。ありがとうございます。